酒井忠次、徳川四天王の筆頭であり、幼少から家康に仕えた最古参の家臣の一人である。軍事面での活躍は凄まじく、信長からも称賛されるほどだったという。そんな忠次は周囲の者を奮い立たせ、自軍を勝利に導く奥義を持っていた。それがエビすくいである。エビ、ちょっと何言ってるかわからないかもしれないが、とにかく忠次の生涯を振り返っていく。チャプター1、家康に仕える忠次。1527年、三河の国酒井家にて忠次は生まれる。忠次、忠次が生まれた酒井家は領主松平家に仕える家系だった。共に松平家に尽くすぞ。エビエビ。成長した忠次は松平家の当主松平広忠に仕える。よろしくお願いします。うむ、今松平家結構大変だけど、共に頑張ろうぞ。え、この頃の松平家を取り巻く情勢は非常に不安定であった。東に今川家、西に織田家という強大な勢力に挟まれ、家中でも不穏な雰囲気が漂っていた。頑張ります。よし、それでは竹千代のことも頼んだぞ。はい。ん？不安定な情勢の中、広忠の嫡男竹千代が人質として今川家に送られることになる。人質？我らがついておるぞ、竹千代様。忠次。忠次も家康に同行して今川家へと向かっている。ちなみにこの時家康は8歳で、忠次は20代半ば。忠次の方が一回り以上も年上だった。また忠次は家康の叔母と結婚していたため、忠次と家康は叔父と甥の関係であった。後に忠次は家康に仕えることになるが、家康にとって忠次は頼りになる叔父という側面もあったはずである。忠次と家康が今川家に送られてから十数年の時が流れる。1560年、桶狭間の戦い。この戦いで今川家は織田家に大敗し、当主の今川義元は討ち死にした。今川家の大敗をきっかけにして家康は今川家からの独立を決意し、三河の国に帰還した。今川家から独立する。うむ、よくぞ決意された。景気づけに私のエビすくいを披露しよう。え、エビ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 。お、待ってましょう。やっぱり忠次様のエビすくいは最高だぜ。めっちゃ盛り上がってる。忠次は得意の宴会芸エビすくいを断るごとに披露し、周囲を和ませたという。関東の戦国大名北条氏政からあの噂の踊りをぜひ見たいと言わしめるほどの芸だった。エビすくい、エビすくい。三河に帰還した家康と忠次には数多くの試練が待ち受けていた。チャプター2、武田軍との戦いとエビすくい。家康が三河に帰還した3年後、1563年、三河一向一揆勃発。三河の一向衆と家康は対立し、大きな争いに発展した。徳川家臣の中にも一向衆の信徒は多く、多くの家臣が家康を裏切って一向衆の味方をした。徳川家を二分するほどの深刻な争いであった。やばい。やばくない。うん、殿は領主らしくどっしりと構えておりなされ。忠次。この時酒井一族の中からも裏切りが続出していたが、忠次は一貫して家康の味方をした。忠次ら家康に忠誠を誓う家臣の活躍もあり、一向一揆は鎮圧した。その後家康は三河の国統一を果たした。やがて忠次は東三河の旗頭を任されるまでになった。西三河の旗頭を任された石川数正とともに家臣団のトップとして家康を支えた。その後も忠次は戦乱の世を渡り歩く家康をすぐそばでサポートし続けた。1572年、三方ヶ原の戦い。この戦いで忠次は武田の部隊を打ち破る活躍を見せ、家康敗走後には太鼓を叩いて意気消沈する兵たちを鼓舞したという。みんな元気だぜ。忠次様。1575年、長篠の戦い。この戦いで忠次はお家芸のエビすくいで家臣らを勇気づけ、エビエビエビ。その後隊を率いて武田軍に奇襲をかけ、織田徳川連合軍の勝利に大きく貢献した。エビ
酒井忠次。さすがは徳川の片腕だな。まるで背中にも目があるかのような活躍だったぞ。この時、忠次は家康の同盟相手であり、後の天下人である織田信長にもその活躍を認められている。背中に目はついていませんよ。その通りだ。わしの言い方が間違っておった。忠次は信長に物おじすることなく受け答えをし、信長はそんな忠次の振る舞いに声を上げて笑ったという。その後も多くの活躍が評価された忠次は徳川四天王の筆頭とされ、徳川家の中枢で大きな存在感を放ち続けた。家康は忠次を信頼し、忠次もまた家康のため、徳川家のために力を尽くしていた。そんな二人の絆を揺るがす出来事が起こる。チャプター3、信康切腹事件。長篠の戦いから4年後、家康の嫡男信康が武田家との内通を疑われる。徳川の息子が武田と内通、これは見過ごせんな。信長は徳川家に信康の内通疑惑についての説明を求めた。信長のもとに説明に向かったのは忠次だった。信長の居城安土城。信康が武田と内通してるというのは本当か？黙っているということは、信康の内通は真実だったということか？この時忠次は信康の疑惑を晴らすことができなかった。そして1579年、信康は切腹に追い込まれた。忠次、息子を窮地から救うことができなかった忠次を家康はどのように思っていたのか、家康本人にしかわからない。ちなみに信康の処刑を家康自身が判断したという説もある。信康切腹後も忠次は家康のため、徳川家のため奔走し続けた。家康もまた忠次を重用し続けた。信康の切腹から約9年後、本能寺の変で信長がこの世を去り、豊臣秀吉が覇権を握るようになった頃、忠次は長男の家継に家督を譲り隠居した。それから数年後、1596年、忠次はこの世を去る。享年70。家康が関ヶ原の戦いで勝利して天下を取る4年前であった。忠次が家康に息子の数を相談した際、家康は忠次に、お前も自分の子供が可愛いのかと言い放ったという逸話があります。実際にそんな会話があったかどうかは分かりませんが、信康を救えなかった忠次と家康の加工を匂わせるエピソードです。今日の名言。どのような歴史も全て物語と分析の混合物である。フランソワ・ヒュレ。次回の日本史漫画は、忍びの血を継ぐ武将服部半蔵の生涯。